スカイトレインはアメリカ合衆国フロリダ州マイアミ都市圏にあるマイアミ国際空港にて運行されているエアサイドのオートメイテッドピープルムーバーシステムである。当システムはアメリカン航空向けの主要な国際線ハブである空港のコンコース D 内で運行されている。当システムはコンコース D の拡張時の一部として2010年に開業しておりマイル町のコンコースを端から 橋まで5分で旅客輸送することができる。スカイトレインは空港で別々に運行されている3つのアップムシステムのうちの1つである。他にはマイアミインターモーダルセンターを結んでいる MIA ムーバーとコンコース E のサテライトを結んでいる People ムーバーがある。軌道及び駅を含むスカイトレインの構造物はコンコース D の上部に配置されている。当システムには4駅あり、 D17、D24、D29 及び D46 のゲートに位置している。4両編成の列車が使用されている当システムの車両は三菱重工業クリスタルムーバーである。列車の2両にはコンコースを通じて国内線の旅客を乗せており、もう一方の他2両にはコンコース D 出入国管理及び税関施設に国境税関をクリアしていない。 国際線到着便の旅客を輸送するのに使用されている。これは2カ所の別々の搭乗ロビーに駅を設置することにより実現している。2015年12月22日にスカイトレインが脱線し一時的に運行休止となった。車両のうち1両がコンコースの屋根に激突しており他の車両は脱線していた。この事件は 当システムがメンテナンスを受けていた時に発生している。そのため、列車は保守作業員に1名を除いて空車であった。その後、車両が撤去され、格納庫で原因調査されている。同年12月26日にスカイトレインが再開業された。脱線した原因については、2015年現在、調査中である。ありがとうございます。